今回使用させていただいているタックルなんですけども、竿の方がソルティガエアポータブルのキャスティングモデルで 78-10 という3ピースのモデルになっています。特徴としてはこれ P10 クラスの、強い竿なんですけど、結構マイルドになってまして、結構胴の方までルアーの重みを感じながら投げることができるので、フルパワーでうわっていう風に投げなくても、力でいったら 50% ぐらいの力でも十分飛距離が出る扱いやすい竿になっております。で、魚がかかった時も体に負担が来づらくなっています。こう耐えてるだけでここら辺までグッて曲がってくるので、魚もどんどん上に上がってきますね。で、3ピースなんで姉妹寸法がすごく短くなります。なので遠征調光とかすごく便利ですね。今回使用させていただいたリールなんですけども、ソルティガの2万番というモデルになっております。ソルティガシリーズの中で一番サイズの大きいやつですね。今回は P の15というラインを巻いているんですけども、300m ぴったり入るようになっています。スプールは ABS スプールっていうんですけども、ここのエッジのところの角度がこうちょっと斜めになっていて、ラインの放出がすごくきれいにできるようになっております。なのでこの P15 って本当だったら結構キャスティングした時の糸の抵抗があるんですけども、それも結構少ない感じでもうサーッてきれいに出てくるんで、その結果飛距離もよく出ます。で、このソルティガの2番番を使ってて一番感じることが、魚をかけた時の巻き取りのパワーがものすごく強いということですね。やっぱり魚がかかってる時は今までのリールだとこの歪みボディに歪みが発生したりとかしてたんですけど、モノコックボディの恩恵だと思うんですけど、そういう歪みがなくて、その自分が巻きたい時にグッて力がそのまま入る感じがして、自分が主導権を握るファイトができるっていうのはこの大型魚を狙うことにはすごく大事なことだと思うので、すごく助かっています。乗った乗った、 OK。 最高！はい。はい。